はい、今回のミニ四駆 MA 革命はいつもお世話になってます小島妙谷店さんよりお送りいたします。今回はですね、 BMAX マシンをこの間からね3台組んできたと思うんですよね。その3台の BMAX マシンを使ってミニ四駆バトルをやってみたいと思います。まずは MA になります。ボディはねネオバンキッシュ積んでるんですけども、シャーシはね MA シャーシになってます。で、今回はですねアケポンのハイパーダッシュモーターっていうのをつけてますので、まずはね、ミニ四駆バトルの前にですね鳴らし走行みたいな感じで何周かね軽く走らせてみたいと思います。それぞれのマシンの仕様については過去の動画でお伝えしていますので、この動画の説明欄の方に過去の動画のリンクを貼っておきますのでね、そちらからご覧になってください。今ねだいたい見ていただいたらわかるように、ちょっとね電圧が低いんですね。 1.4V なんですけども、まあそこそこね安定した走りをしてるんじゃないでしょうかね。はい、続いてはですね緑のマシンです。レイスピアーですね、 VZ シャーシになります。一応ね、フロントもリアもブレーキ張った状態で走らせてみたいと思います。こちらもねハイパーダッシュモーターのアケポンになりますので、まあ鳴らしみたいな感じでねちょっと電圧低めの 1.4V で走らせてます。実はこちらのマシンは少し前にね一度このコースを走らせました。でその時はですねレーンチェンジが全然入らなかったんですよね。それでなぜなんかなと思ったらですね、フロントローラーの位置が低すぎるんじゃないかということで、今回はですねフロントローラーを FRP のねプレートの上に乗せて走らせてます。スラストの方も以前はねスラストプレートを挟んでたんですけど、そちらのプレートを取りまして、シャーシに直に FRP のプレートをつけるような感じになってますので、スラストもね、全然触ってない状態ですね。まあそこそこね安定した走りを見せてくれてると思います。はい、それでは3台目のマシンですね。こちらは FMA シャーシです。ついこの間ね完成したばかりの新しいマシンになるんですけども、前後ともノーブレーキで行ってみたいと思います。全くね今回初めて走らせるので、セッティングがねどんな感じなのかちょっとわからないんですけども、なんかねめちゃくちゃよく走ると思いますね。ちょっと電圧低めで設定してるんですけども、このマシンがなんかね見た感じ速いんじゃないかなみたいな風に思いますね。ただね一つだけ気になるポイントがあるんですね。そちらは、スラストプレートですね。フロントのバンパーの下に2度のスラストプレートを挟んでるんですよ。それがどういう影響を及ぼすのかっていうのがちょっと見物になってきますね。まあ見た感じすごく安定した走りに見えるんですけどね、この後他のマシンとバトルさせてみるとどういう風なね走りになるのかっていうのがちょっと楽しみですね。それではね3台とも鳴らしが終わりました。それでは第1レースは MA シャーシ対 VZ シャーシ行ってみたいと思います。先ほど VZ シャーシを走らせた時にフロントのブレーキ 2mm のブレーキ貼ってたんですけども、ちょっと効きすぎてた感じあるので、そちらは外して走行させてます。はい、スタートしましたね。1周目は MA ね先頭です。で2周目がね VZ 先頭ですね。で3周目、僅差で MA シャーシの勝利っていうことなんですけど、本当に僅差ですよね。1周目はね MA 勝って2周目が VZ っていうことなんで、ほとんど差がないような感じです。今見てもそうですね、交互に1着がね交互に入れ替わってるような感じで、なかなか好勝負がね生まれましたね。まあね2台ともモーターがねアケポンなので、今後ねちょっと走らせていくにあたってどういう影響を与えるのかっていうのもねちょっと見物になってきますよね。はい、それではね第2レース行きたいと思います。 FMA シャーシ
対 VZ シャーシですね。1コースが FMA シャーシです。2コースが VZ シャーシになります。はい、それでは肩軸同士の戦いです。スタートしましたね。まず1周目は VZ 来ましたね。で2周目なんですけど、僅差で VZ かな。で3周目どうだ。3周目も VZ ですかね。はい、 VZ 来ましたね。 VZ の勝利です。ただね、スタートダッシュはね、FMA 抜群ですよね。なんかものすごい勢いでスタートを飛び出していったんですけども、ちょっとやはりね、先ほどお伝えしたように、スラストですね、フロントのスラストがちょっときついかもわからないですね。画面右の S 字カーブですかね、あの辺でちょっとね、もたもたしてるような感じが見受けられましたので、スラストがちょっと悪いかもしれませんね。はい、それではね、3レース目は FMA 対 MA になります。 FMA のねセッティングはね、スラストとかもそのまんまで走らせたいと思います。1コースが MA です。2コースが FMA になります。それではね、行ってみたいと思います。はい、出足めちゃくちゃ速いですね。 FMA すっごい速いような感じですね。1周目が FMA 来ました。2周目はね、内から MA が抜いていったんですけど、3周目そのまんまね、MA1 着でゴールっていうことなんですけども、やはりね、FMA はね、出だしはすごくいいですよね。スタートダッシュすごいんですけど、ちょっとコーナーでもたついた感がありますよね。その辺はまたね、再調整して、レースしてみたいかな、みたいなふうに思いますね。いや、でもね、FMA のスタートダッシュえげつないほど速いですよね。はい、ここでね、電池をちょっと充電させてる間にですね、この間も紹介したと思うんですけども、小島さんのねオリジナルの電池ですね、なんかこちらがすごくいいということで、ちょっとね今回この電池を使ってですね、3台でレースをしてみたいと思います。はい、それではね、1コースが MA ですね、2コースが VZ、3コースが FMA ですね。この並びで行ってみたいと思います。3台同時スタート難しいですね。1周目はね、MA、VZ、FMA ですね。2周目も MA、VZ、FMA なんですけど、おっとここでね、VZ かな、 VZ がコースアウトしましたね。で MA1 着のまんまですね。で FMA3 着なんですけど、2着にね入ってた VZ がねコースアウトしちゃいましたので、もう一度ね再レースやってみたいと思います。はい、それではね、1コース VZ、 2コース FMA、 3コース MA でね行ってみたいと思います。先ほどはね VZ がコースアウトしてしまったんですけども、今回はね完走してくれたらいいんですけども。それではスタートですね。はい、やはりね FMA 早いですね、スタートダッシュね。はい、 MA 先頭で2周目、2周目も MA 先頭ですね。で VZ 追い上げたんですが、 FMA2 着、VZ3 着っていう感じですかね。やはりねアルカリ電池にするとちょっと速度落ちますよね。で電池の個体差みたいなのもあるんかもわからないんですが、 VZ はちょっと負けちゃいましたよね。ネオジャンプだと VZ めちゃくちゃ速かったんですけどね、やはり電池っていうのも、電池のチョイスもちょっと重要になってくる感じですよね。それとね、一人で3台のマシンを同時に走らせるっていうのは結構難しいですよね。あとキャッチですね、どのタイミングでどのマシンをキャッチしたらいいのかっていうのはちょっと迷いますよね。はい、それではね最終レースになります。ネオチャンプがね充電終わりましたので、すべて 1.5 ボルトですね。1コースが MA、 2コースが VZ、 3コース FMA と、そういう感じでスタートします。ちょっとね出足 MA が遅かったみたいな感じなんですけど、1周目 VZ 先頭ですね。2周目が MA 先頭に変わってますね。 MA、VZ、FMA、 MA、VZ、FMA のまんまゴールですね。はい、
今回はね、MA シャーシが一番早かったような感じで、次で VZFMA というような感じなんですけども、スタートのコースによって全然やはり違いますよね。それぞれのシャーシの特性っていうのが、ちょっと明らかになったんじゃないでしょうかね。FMA は本当にスタートダッシュは速いマシンですし、逆にね、MA なんていうのは、スタートダッシュめちゃくちゃ遅いですよね。で、コーナーが一番早いなと思ったのは VZ ですしね。やはりね、それぞれシャーシによってね、特性みたいなものが分かったと思いますよね。はい、ということで、今回のバトルでは、それぞれのシャーシのそれぞれの特性っていうのが見えてきたので、それをね、活かしながら再セッティングをして、またね、再度3台でね、バトルしてみたいと思います。はい、ではね、ご視聴いただきありがとうございました。またね、次回動画もお楽しみください。バイバーイ。